猟奇的な、いや、そんなことないよ。うん。そういうところは、ないよ。あの人には。全く。与野さん？だって、俺だって、300前後行ったり来たりじゃん。こっからバーンって増えないでしょ。まあそんなもんなんだよ。相手は既婚者だし、佐野さんは遊びだったんでしょう。いや、遊びっていうか、もともと旦那いるしな。うん。向こうは売名で来てるからな。おー、まあ、リスナー増えたらいいんじゃねえみたいな。うん。で、最後はディスりだろ。そしたら、俺のことを、気に入ってるリスナー全部引き上げて終わりだよ。ひでえ話だよな。結局そうかよ。なあ。ポイ捨てっていうか、まあ別にもう会うこともないから、どこでも好きなとも言ってください。鍋？別にいなくなってよかったとか、そういうことじゃなくてね。うん。散々売名して番にするって。皆さんお好きにしてくださいよ。うん。いや、結構です。俺、エミキちゃんと、今度、エミキ今度どこ行く？まだいるかな？ロムってんのかな？もう寝ちゃったかな？おはの、寝てたんかい？俺とどこ行く？なあ。いつ来るのはもう言わないの？そんな言わねえよ。向こうが勝手に来るだけだろ。だから鍵渡してんだよ。な、ギャリル。いつ来るかわかんねえから鍵渡してんの。そこ間違いないからね。俺は寝てるんだからね。寝たい時に寝てるから。ガチャガチャって勝手に開けてくんだから。で、俺寝起きで、頭ボーっとしてて、ああ、ああって言ってると、ああって。何って。寝起きで、なんか、シャキッとしてねえから、帰るわ。俺はっきり言ってさ、あんたさ、俺ん家でさ、寝ててさ、iPhone のタイマーさ、かけてさ、バカタイマー、な、何遍なっても起きねえよな、まぬけがよ。うるせえんだよ、おめえの iPhone の。やろ。言ってこいよ、レアル。お寿司が食べたいか。お寿司はな、エミキ？
いやいや、匿名さん、おしゅしゅだよ、じゃねえから。じゃあ、俺が行きつけのとこは、そこの大将は俺の好きなものとかいつも出してくれるし、メニューにねえものも、いや、出してくれるんだけど、そこは残念なことに、傍若を3回ぐらい連れてってんだよ。だから、それは、エミキに、失礼だから、また別口で、はい。失礼じゃないよ。あ、そう、それでよければいいよ。うん。好きなネタは、だって、豆腐が、えみきちゃんって。そうだな。ネタでだいたいどんなもん普段食べるのかわかるもん。いくら。そこかい。まず一発目いくらいくろ。俺は絶対食わないネタだな。うん。俺イクラウニは食わないから。まあでも女子はな、イクラとかトビコとか。アジ？あ、いいじゃん。うん。ピキちゃんはどこに住んでんの？アジなんか房総とかだったらめっちゃ鮮度いいしな。うん。あー、飛び込む好きか。あ、三重？あー、じゃあ鮮度いいじゃん。じゃあ、ピキちゃんも、あれだね、近鉄乗って、日本橋までゴーだね。うん。レイペアいらっしゃい。君ね、シェベね、誰にでもニーズ答えるわ。つぶね、アホなん。うるせえから、おめえ。ロムって聞いてんじゃねえよ、バカ。あ？福井のパータローがよ。わーい。うなちゃんマン、住所で検索すると、Google で出てますんで、はい。俺が鮭を送ってやるからさばいて、いらねえから。なんで俺がやんなきゃなんねえんだよ。はい、ダンゴムシ、警察に電話します。俺、男子禁制だから。チャーなんか投げて、のが汚れてるやつ入れるわけねえだろ、この野郎。寿司にマヨネーズ？そんなの、テレビで見た回転寿司ぐらいしか見たことねえんだけど。ん？帽子を詰め込んだらしいよ。あとで俺コンビニ買い物行った後に開けるから。うん。いちいちうるせえよ。ババア。なんかさ、私は、もう返した返したとか。もういいよ、わかったよ。鍵も返したとか。もう、
私は私はばっかりだから。ああ、おめえとは話し合うことなんかねえんだよ、この野郎。あ？たぬきみんがよ。ふん。配信しながら来たんだ。バカはバカだね。ご苦労さん。洗濯もしねえでぶっ込んだんだね。じゃあ、洗わないとね。もうええて！もうええて！あ、大丈夫大丈夫、あんなの。うん。帽子はぐちゃぐちゃにはなんないよ。うん。うん、帽子じゃないよ。2番はそこにある。うん。あの、チャンピオンの帽子かぶってたろ？ニット帽。あれ、俺のなんだよ。で、昨日の前半枠で、あの野郎よって、俺がな、自枠で、あの野郎よって、俺のことよ、ディスってるわねに、ね？あのバカよって、俺のニット帽かぶって配信してんじゃないかよって言ったの。だから誰かがそれ突っ込んで、帽子変えて、クイックシルバーに変えたんだよ。で、もう返しに行ったって。だからもうこれなの。もう病気なんだよ。そんなの。送りゃいいじゃねえかよ。なあ。もうダメだよ、もう。怖いわ、逆に。申し訳ねえけど。だってタクシー代片道4500円ぐらいかかってさ。え？うん。いや、ピンポン鳴らしてないけど、ポストには入ってるらしいよ。いやいや、謝ったら許してくれるみたいよ。いい。エミキ、あの人、1ヶ月に、まあ、最低でも12、3日は、あ、まあ、10日ぐらいは、俺ん家に来るよ。来てたよ。家が近いからポスト確認していっていいか。うん、いいよ。こんなことやったらカメラに映るからな。おい、小僧。だから、レイピアな。そういうとこが、突発的なのよ。わーってなっちゃう。冷静に判断ができない。ああ、そっかーって、帽子？ああ、じゃあ、送ればいいや、っていう判断ができないんだよ。
まあって。そうでしょ？いや、別に俺のだけど、まあ、どうでもいいんだけど、って、基本的には思ってんだけど、何を俺のことをディスりながら俺の帽子かぶってんのかなって思ったから。うん。何言ってんのかなって思って。すぐ、だから、やる気スイッチがどっかにあんだろうな。知らねえけど。めんどくせえよ。あの人めんどくさい人だから。まあ仲良くはできないね。まあお前みたいな女に仲良くできるのはあんまりいねえと思うよ。俺はだいぶ我慢したからね。としおちゃん？ああ、それは見てた？まあ、俺はね、我慢してた方だと思うけどね。って。まあ、俺んち来ても、俺配信中でも、疑惑も、開けてた時も、疑惑を、ああ、俺これ切るわ、とかね。まだやりたいんだよ、俺は。悪いな。みんなごめんな。録画見たら洗わずに帽子を押し込んでます。いいよ。俺が洗うから。うん。もうさ、あっちにさ、マットレスに横になってさ、俺がここで配信やってたら、やるんだよ。めんどくせ。めんどくさい。あとね、バタさん、俺ね、一つね、気になってることがあるの。今な、バタちゃんが犬じゃないんだからって言ったけど、あの人、カールのこと愛してないよ。だって散歩行ってる時も、カールって呼ばないし、じゃね。おう、犬さんとか。そうだろう。俺なんか絶対、ブチくんとか、ブッチャさんとか、おいって、ブチマルとか。おう、リンカヤン、おはよう。争わないよ、レアル。
全然。だって事実じゃん。だって自分の犬に名前がついてんのに、ほんで朝散歩行って、あの子がうちの彼氏とか言ってんのに、全然仲良くねえし、うん、バカなのかよって思った。アホかよ。あんなの彼氏じゃねえだろ。ブラーンとか言われてよ。アホか。俺全部見てるわ。フルで。カールの件で夫人に火がついたら、それで勝手に火つけとけよ。ああ。ああ。へえ。じゃあなんでカールって呼ばねえんだよ。なあ。謎じゃね？あの人自分家の犬にカールって呼ばないんだよ。俺なんか絶対に自分で付けた名前だったら部長さんとか、ぶじまるとか、お疲れやとか言うけどね。コミュニケーション取るんだったらそうだよな。部長さんってこっちおいでって、まあ部長の場合はこっちおいでがなくてもいつもいたからな、あの野郎はめんどくせえ。ここにいたから、うん、なんだよまたおめえはよみたいな、重たいのみたいな、うん。ね。ベタベタだってケロちゃんにも懐いてないだろう。まあケロちゃんには懐いてんだよ。なんでかって言ったら、ケロちゃんは、全部許すから。で、ゲルギには懐いてない。で、ゲルゲが、俺がある理由があって、ゲルゲって、部長さん、お前の実家で預かってくんねえかって言ったら、3日でギブった。玄関ぶっ壊されたって。やったかあいつってゲルゲの実家の玄関ぶっ壊しちゃったよ。やらかしたーなーみたいな、もう無理って。まあ突撃するからっていうか、俺がいないことにイライラすんじゃない？当時はね。まあ、
まあでも俺はもう生き物は飼わないよ。脇を嗅いでひっくり返ったのは可愛かったです。部長さん。まあいいんだよ。ババアまだ配信やってんの？もみじいらっしゃい。もみじは初コメかな？俺の記憶が曖昧だから。生き物は亡くなった時辛いですしね。ああ、それはパクさんよ。しゃあねえよ。歯も毛も人も女もいなくなったな。どうかな？俺が今放送見てるレディースいたら、ノーでお願いします。ノーでも1でもいいです。はい。いねえなぁ。ああ、人気ないなぁ。エミキはもうわかってるよ。さも暴力で制圧したって言ってる。何を言ってんだよ。ああ、ピクチャーもな。ああ、ゴンタおはよう。来てくれてる。うごって、それやめれよ。シーちゃんありがとう。意外とレディースいるな。53のジジイにな。ジジイマニアかい。おいちゃんそんな面白くねえで。なあ。どうしよっかな。今何時？11時か。だよ。俺さ、買い物行ってきていい？このまんま。正面してコンビニ行ってくるわ。